早速今日の企画をスタートしましょう。 OK J クルー、これ、はい、J クルーはあの僕のアイデアでしたね。そうですそうです、この名前はもうジェジュンさんのアイデアです。これ完全にジェジュンさんにアドリブでやっていただく感じになります。何にも決まっていません。 OK J クルー、どうしてあくびは映るの？どうしてだろう。もう一回聞きますよ、はい、OK J グル、どうしてあくびは映るの？よくわかりません。よくわかりません。繰り返してるだけじゃないですか。 OK J グル、夢の先には何がありますか？現実が現れてきます。現実はね厳しいからね。厳しいよ、本当に怖いよ。現実は。OK J グル、どうして人は恥ずかしくなると顔や耳が赤くなるの？あなたの血が隔離するからです。そうだ。ちなみにジェジュンさん赤くなります？恥ずかしい時。青白になります。恥ずかしいと。怖い。今日 J グル怖いですよ。なんでどんな答えが出てくるか分かんないもんね。じゃあそれでは皆さん聞いてください、はい、オムライス。これダメですよね。だから今日 J グルですから。J グル大丈夫ですか？ダメですよね。じゃあ一応聞きますよ。 OK J グル、クリスマスを意識したジェジュンのおすすめの曲を選曲して。12月とはチキンライスでしょ、聞いてください。 OK J グル、二日酔いの時すっきりする方法を教えて。起きてすぐ何も変わった。起きてすぐお酒を飲んで。二日酔いって、うん、体からそのお酒が抜ける時もね、はい、そう、なんか気持ち悪く感じちゃうわけですね、もうお酒をどんどん入れて、そう、もうあのお二日酔いにならないように、もう元気にならないように。あ、もう鳴らすってことですか？どんどん、そうそう、どんどんもう入れちゃってください。 OK J グル、虹はなぜ七色ですか？違うよ、七色じゃないよ、八色じゃないですか？八色？八色、え、黒あるんじゃないですか？黒、あ、そういう話もある。そうそう、黒ありますよ。見えてないけど黒があるという噂もあるって言ってる人がいる。誰ですか？それが俺だよ。それ。OK J グル、古谷正幸って日本人ですね。じゃあもう一回、もう一回、あ、もう一回、もう一回、はい、わかりました、わかりました。OK J グル、古谷正幸って日本人の男性の方。日本人の昭和生まれの男性の方。ジェイグルのだからもの。これ多分嘘だから。嘘だから。いや嘘だからちょっと感情込めにくいっすよね、俺。だって今言ってる最中から笑ってましたもん。いやでもまあ大親友ですよ、本当に。だって思ってますよ、僕は。OK J グル、なぜ冬こたつで食べるアイスクリームは最高に美味しいの？ロボットにはよくわかりません。冬食べるアイスクリームって美味しいって言うじゃないですか。リビングで、寝る前に一回なんかアイスクリーム食べて、リビングでそのまま寝ちゃったんですね。だから風邪ひっちゃってめっちゃ苦したんですよ。しかも裸で。 OK J グル、キムチチゲに入れたら美味しい意外な食材を教えて。バターを入れたらもっと美味しくなります。それは食べる前に入れる、それとも料理してる時に入れちゃう？じゃあ後からでも、もう前からでも。初めて聞いた、キムチチゲにバター。美味しくなるんですよそれ。 OK J グル、眉毛って何のためにあるの？ないとおかしいでしょ。モナリジャってやばくないですか？
古谷さんも眉毛ないと思ったら、いやもう本当になんかちょっとあれですねちょっとあれですか、なんか眉毛ないとちょっとあれ見て、あの昔のロボカップ見たことあります。ロボコップ、ロボコップ、そう見たことありますか。ありますよ、あれみたいです。ロボコップですか。先日幕張のライブ中継を見ておりましたが、ジェジュンさんのカラーコンタクトが左右違う色でした。 OK J グル、あれはファッションですか、それとも間違えたんですか。ファッションだよ。僕今まで3回したことあるんですけど、その2回、たった3回、はい、そのうちの1回がこの間。そうですね。 OK J グル、どうして人はくしゃみをするときに必ず目を閉じるんですか。くしゃみするとき、ご自分の顔がブスになるから見たくないからです。あ、なるほどね。くしゃみするときの自分の顔見たことありますか。ない。やばいっすよ、顔についてる穴っていう、もう穴はもう全部こう、なんていうかな、ビッグサイズじゃん、ビッグサイズになっちゃうんじゃないですか。顔中のすべての穴が、ビッグサイズになるということです。